こんにちは、ヒロさんチャンネルのヒロキです。本日なんですけれども、就活生の方に来ていただいたので、模擬面接をやっていこうと思います。本日模擬面接に参加していただく佐藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。最初にですね、今の佐藤さんの就活状況とか伺ってもよいでしょうか。はい、現在はメーカーを主に受けておりまして、これから面接を受ける企業が3社ほどございます。メーカーの職種的には営業職を中心に見てるんですかね。はい、営業職を中心に見ております。了解です、了解です。かしこまりました。面接は何社か受けたりとかはしてるんですか。まだ受けたことがなくて、練習もしたことがないので、これが初めての面接になります。いいですね、今日デビュー戦っていうことですね。デビュー戦になります。いいですね、いいですね。実りのある模擬面接できるように頑張っていければと思いますので、お願いします。よろしくお願いします。では早速模擬面接やっていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではですね、まず最初に自己紹介お願いいたします。はい、現在大学4年の佐藤と申します。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。もう少し詳しくお話しいただいてもいいですか。はい、私の就活の軸としましては、2点ございまして、1つは自分自身が、成果を残した時に成長できる企業であること、もう1つは、自然に関われる仕事がしたいと思っているので、自然に深い、企業を目指しております。了解です、了解です。すみません、一つ目が自分自身が成果を出した時に何ておっしゃってましたっけ。成果を残した時に、ステップアップできる企業を、軸に据えております。了解です、了解です。かしこまりました。ではまた別のところを伺っていければなと思うんですけれども、学知か教えてもらってもいいですか。学生時代一番頑張ったことお願いします。私が学生時代最も頑張ったことは教員免許の取得になります。卒業に必要な単位の取得に加えて、自分の学科で取得することができる、免許の取得や、副免許として他学部の免許の取得にも、取り組んでまいりました。また、教育実習に参加の基準となる GPA の、基準を超えるために、課題の提出であったり、日頃の学業を、しっかりと行って計画的に行うためにどう行動していけばよいかというのを考えて行動してまいりました。この他にも模擬授業であったり、個別指導塾の講師として、お客生徒や、すみません失礼します、生徒や、保護者の方に対する話し方の部分で、伝え方であったり傾聴の部分を、どのように改善していくかということを常に考えてきました。結果としては、生徒の偏差値を10上げることであったり、赤点を取っていた生徒の点数を8割上げることなどに成功したことが私の成果になっております。以上が私の学生時代力入れたことになります。かしこまりました、ありがとうございます。教員免許の取得の話と、はい、それとは別の塾の話の2つが入ってたかと思うんですけれども、はい、一番佐藤さんが伝えたかったこととしては何になるんでしたっけ。教員免許の取得になるんですけれども、コロナの影響で実習にまだ行けていないということと、本当は中学校の教員免許を取得するためにボランティアとして老人ホームに行かなきゃいけなかったりするんですけれども、それもちょっとコロナでなくなってしまったので、実際に学業を頑張ったということしか強みがないので、そこで塾の場で実践を積んでいったという形になります。かしこまりました。じゃあ結論、教育実習の取得に向けて一番頑張ったけど現状取れていないということなんですね。そうです、はい、同じ学年の人は誰も取れてないんですか。今取得見込みの方が自分を合わせて4人いて、他の人は全員落ちてしまった形になっています。あ、この人なんで落ちちゃったんですか。GPA がやっぱり基準に達していないということと、あとやっぱり免許の取得が難しいというので、途中で諦めてしまった方がいたので、最初40人ほどいたんですけど、自分の学科の中で、はい、中で今
いるのが4人だけになってます。40人中36人は今諦めている状態で、4人が佐藤さんと同じステータスってことですか？はい、そうになります。了解です、了解です。だから誰も取れてる人はまだいないんですかね？はい、取得見込みっていう形になります。それって どうやったら取れるんですか？今年実習したら取れるみたいな？はい、そうです。実習すれば卒業と同時に免許が交付されるっていう形になります。あ、了解です、了解です。あれなんですか、他の学校とかもみんな今年はそうなってるんですか？他の学校、友達とかはそうみたいで、やっぱりまだ実習に必要なのが受けられてないっていう状況が続いてるみたいです。うんうん、わかりました、ありがとうございます。塾の方も聞ければと思うんですけど、個別所属の指導塾の講師はどれぐらいの期間やられてたんですか？はい、2年間やっておりました。うんうんうん、了解です、了解です。ここで出した一番の成果は何になりますか？私が指導していた生徒が、志望校に全員合格したということが成果としてあります。うん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 、了解です、了解です。ちなみに何人教えてたんですか？中学生と高校生合わせて6名教えておりました。うん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 、6名担当してて全員が志望校に合格するっていうのは素晴らしい成果だなっていうふうに思ったんですけど、何がその成果につながった大きな要因でしたか？はい、個別指導ということで、一人一人やはりカリキュラムを変えていったということが、その結果につながったのではないかなと私は考えております。具体的に申しますと、英語が苦手な生徒であれば、英語の課題を増やすのではなくて、あえて減らすことで、その集中して取り組めるようにしていったりですとか、あとは国語だと読める人生徒と読めない生徒がいたので、その文章をどうやったら読めるようにするのかというのをまず伝えるところから始めたり、どんどん戻っていって、そのできるところからスタートするっていうのが一番近道だったかなと思います。うんうんうん、かしこまりました。英語が苦手な生徒で課題を減らしたら、英語以外の進捗は集中して良くなって成績上がると思うんですけど、英語はそしたらなんか伸びないのかなと思ったんですけど、それ、はい、大丈夫なんですか？それで授業の時間に実際に演習を多くすることで、その生徒自身が分からないことというものをその場で減らしていくように注力してまいりました。で、宿題もその範囲を、取り組ませることで復習を続けていくと、予習をさせないっていう形ですかね。ひたすら反復学習を続けていって、基礎を定着させるっていうことを目指してやっていきました。うんうん、そういう意味だと総量を減らしたんですか？それとも総量は変えずに予習と復習を片手出してたものの、はい、予習をなくした分だけ復習を強化したみたいな感じなんですか？あ、そうです、復習を強化したって形になります。あ、了解です、了解です。その一人ずつごとに合わせたっていうこと以外に、全員が合格できた要因とか、ここに何かあったりしますか？そうです、勉強だけの話ではなくて、プライベートの話を授業の冒頭でアイスブレイクとして用いたりだとか、あとは少し自分自身浪人をしていたので、その受験に対するプレッシャーの話とかを緩和させるような話して、生徒の内面ストレスの部分を軽減させることができたのが良かったかなと思っております。うんうん、かしこまりました、ありがとうございます。それでですね、本日の面接を終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、模擬面接、初模擬面接ですかね。はい、すみません、めちゃくちゃ緊張してて全然1回目緊張しますよね。はい、やばかったです。でも大丈夫です。次2回目やったら半分になってますし、もう1回やったら、3回やったら3分の1になるんで、これを繰り返して経験積んでいくというのがめちゃくちゃ重要です。はい、じゃあフィードバックしていければなっていうふうに思います。多分初めてで、本当これ何答えればいいのみたいな、自己紹介名前言ったけどみたいな、なんか多分そういうのとかあったと思うんですよ。はい、あるかなと思うんですけれども、一個一個フィードバックしていければなと思うんですけれども、はい、まずですね、自己紹介なんですけれども、はい、まあ学校と名前で言ってくれたって感じだったんですけど、はい、もうちょっと話してくれてもいいかなと思いました。もうちょっと話す部分としては、面接で掘り下げてほしいポイントを伝えるとかがいいんじゃないかなと思います。例えば学知化とか自己 PR とかで話すエピソードがあるじゃないですか。はい、そのエピソ
ットに全部言ったらめっちゃ長くなっちゃうんで、軽く触れるぐらいな感じ。はい、〇〇大学、〇〇学部の佐藤と申します。本日はどうぞよろしくお願いしますって言ったら、相手もよろしくお願いしますって返してくるんで、お願いしますみたいな。私は、学生時代で力入れたことが、学習塾のアルバイトに、すごく力を入れて取り組んできましたみたいな感じのことを言うと、面接で掘ってくれるじゃないですか。それってどういう風にやったんですかとかっていう風に掘ってもらいたいことを伝えて、で最後に終わったよって伝えるときにピタッと終わると、面接官ってどこまで佐藤さん話す予定なのかっていうの分かんないじゃないですか、はい、だから終わったのかな、それともまだあるのかなというふうに分かんなくなってしまうんで、終わった時には本日はどうぞよろしくお願いしますみたいな感じで言ってくれると終わったんだなっていうふうに伝わるんで、そんな感じで自己紹介では名前と学歴以外にも面接で掘ってほしいポイントを2つぐらい伝えるみたいな感じでおわけとして持っておくといいかなと思います。じゃあ次がですね、学士課行こうかなと思います、はい、で学士課がですね、話してくれた内容が教員免許の取得を頑張ってくれましたっていうふうなところで、教育実習に参加するために GPA の基準を超えたよっていうところと、超えるために課題提出とかいろいろ考えながら行動してきたよっていうのと、でその他にも模擬授業だったり個別指導塾の講師でいろいろ頑張って生徒の偏差値上げたりだとか、課題取ってた生徒の成績を上げられたよっていう話をしてくれました。この学知科、パワープできる要素があって、どういうところかっていうと、その学知科でどういうエピソードの選び方をすればいいかみたいなところが重要なポイントになるんですけれども、学知科で、選ぶエピソードっていうのの選ぶ基準っていうのは、そのエピソードを聞いた面接官がそんな素晴らしい結果を出していて、確かにその結果を出すにふさわしい素晴らしい取り組みをしている、だったらこの人を採用すればうちの会社でもめちゃくちゃ活躍してくれそうだな、こういうふうに思ってもらえるようなエピソードであれば OK なんですよ。そういうふうな視点で見たときに、今回の結果っていうのが教員免許取れてないんですよ。そうです、まだ取れてないです、はい、仕方ないことなんですけど、はい、実際教育実習でやってこんないい授業できて教員免許取れましたみたいな完結してるのであれば、まだありかなと思うんですけれども、はい、途中ですし結構難しいなと思ったのが、教員免許ってすごい取るの難しいかって言ったら一般的にはちゃんと勉強したら取れるという難易度のものという認識が一般的にあると思うんですね。でも佐藤さんのその学校の中で言うとトップ1割しか残ってないっていうところでいくと難関だと思うんですよ。なので実態としてはトップ1割の状態に入ってるんで、いいエピソードではあるんですけども、世間的な認知としては普通に真面目にやったらみんな教員の免許って取れるんじゃないかなって思われる、そんな難しくないことだと思われてるんで、はい、ここのギャップを埋めるのがちょっと説明しっかりしなきゃいけなくて複雑だったりだとか、さらに説明して理解してもらえたとしてもコロナの関係で結局取れてなかったりだとか、エピソードとしてそれすごいねっていう風に伝えるのが結構難しいなと思ったんですよ。っていう風なものであれば、成果としてこうですっていう風な伝えられるエピソードにしちゃった方がいいんじゃないかなっていう風に思ったのが一つです。はい、という風に思いました。という時に何にするかってところなんですけれども、まず一つあるのが、GPA の基準を超えたっていうところなんですけど、はい、これとかはどれぐらいの GPA になったんですか？いや、これもかなり簡単で 2.5なので、普通に勉強してれば超えられるっていうぐらいなので、やっぱり弱いかなって自分でも思ってます。であれば個別指導塾が一番いいかもしれないですね。一つ質問があって、1年生から2年生まで個別指導塾で働いてたんですけれども、今別のアルバイトを今しておりまして、今も続けてるんですけど、そっちがオープニングスタッフで入りまして、売上 130% アップできたので、そっち使おうかなともうちょっと考えてるんですけど、うんうん、どっちの方がいいですかね。ですね、ちなみに何のあれですか、接客販売の仕事ですか？あ、接客でなんですけど、それであれば、はい、そっちの方が良くて、はい、なぜかというと今目指してる仕事が接客販売の仕事じゃないですか。そうです、はい、商材は違えども接客販売の仕事で目標達成してるんですよね、はい、そうです。そういう人採用した方が売ってくれそうって思うじゃないですか、こっち側としては、はい、そっちの方がいいと思います。じゃあなので学知科を、再構築していければと思うんですけれども、成果としてはどんな成果を出したんですか？多層階に分かれている店舗だったので、スタッフのコミュニケーションがあまり共有できていないっていう課題が一つあったのと、商品の魅力を伝えきれていないということで、売上が取れていない商品があるっていうので2点課題があったんですけれども、1つ目の課題に関しましては、事務所に今日やることリストみたいなものを作成して、何月何日にここのデパートではこういうことが行われるっていうのをみんなが見れるようにしたことで、そのコミュニケーションがより遠隔化したっていうのがあったのと、はい、いいですか、はい、その何月何日にデパートでこんなことがあるっていうのって、その情報ってなんで重要なんですか？あ、
他のワーキングスケジュールを組んだりするときに、今この人はどういうことをしているのかっていうのがすごい大切になってくるので、多層階になってくると、例えばこの一つ下のフロアから上のフロアに人を上げてほしいけど、スタッフみんな出払っちゃってるのはなんでなんだろうっていうふうに上の方が思ったりすることがあって、それが不満につながったりすることがあったので、はいはいはい、コミュニケーションの齟齬が生まれないようにこういうのがあって忙しいっていうのが分かるようにしておくと、他の人が動いてくれたり大丈夫って手伝ってくれたりすることがあったので、うん、そういう部分でコミュニケーションの改善っていうふうになりました。もう一つがその商品の魅力を伝えるっていうところで、お便りっていうアプリを使ったその店舗の情報を発信する媒体があるので、そこで商品を紹介するっていうのが一つ魅力を伝えていくところになるんですけれども、そこで商品、売れていない商品、売上が取れていない商品をPR することでお客様に興味を持ってもらうっていうのが一つあって、もう一つは1ヶ月分商品の売上を見ることができるので、なのでエリアごとに見ることができるので、近くで売上が取れている店舗ではどういうポップの形質がされているのか、陳列はどういう風になっているのかっていうのを私自身が実際に出向いて商品の陳列方法とか確認して、うちの強み、店舗にの強みを出せるように商品の売り場を変えたりして売り上げが伸びたっていう形になってます。めちゃくちゃいいじゃないですか。めちゃくちゃいいですね。もうちょっと詳しく聞ければと思うんですけれども、はい、お便りっていうアプリは、専用アプリなんですか？はい、いつもお客様が出してくださるアプリにその店舗をフォローすると、そこのお店の情報がすごい載るものがあるので、それで実際に発信していった形になります。うんうんうん、了解です、了解です、かしこまりました。でそれをやった結果どんな成果を出したっていうのだと、どんな成果になるんでしたっけ？まず売上取れていなかった商品が、130% 売上が上がったっていうところ、でそこから売り上げを一度も落としていないっていうところが一つ大きな成果としてあります。でもう一つはやっぱコミュニケーションの改善は、ちょっとまだ改善するところがたくさんあるんですけども、前よりは周りをみんなが思いやれるような売り場に変わったかなっていう、みんな実感できているので、そこが大きな改善できたポイントかなと思っております。うんうんうん、了解です、了解です。売れてない商品が伸びるようになったのは、店舗をフォローしてくれるお客さんにメッセージを送ったからだと思うんですけれども、はい、もう一個の近くの店舗を見に行ったっていうのは、はい、その時は近くの店舗で売れてる商品を見て、でこれなんで売れてるんだろうっていうのを現地調査したってことですもんね。そうです。それは売れてない商品を売るためにっていうよりかは、全体の売り上げを上げるためにみたいな感じなんですかね？あ、そうです。自分と同じデパートのところを見に行って、配置とか実際には推奨してないんですけど、これとこれ組み合わせたらこういう風になりますよっていうアイディアとかを置いてる店舗もあったので、そこをちょっと真似したりとかはしました。うん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 。売れない商品を売れるようにとか、まあ基本より売れるようにっていうことを心がけたってことですもんね。売れない商品にそうしたりだとか、組み合わせ方を真似したりだとか、参考にして、じゃあうちの商品だったらこういうことできるかもみたいなことをしたってことですね。そういうことです。はい、 OK です、 OK です。今思っているのが、コミュニケーションの改善と売り上げ上げるの2つ入れてくれてるじゃないですか、はい、ここをどうしようかなと今頭で考えててとかって、多層階じゃないですか。はい、でも多分これから就職するところで多層階に展開するところってあんまない気がするんですよ。ないです。多分 ないですよね、きっと、はい。かなと思った時に、シンプルに売り上げどう上げたかみたいな感じの話に集中して、具体的に話して、あ、この人採用したらうちの商品でも売ってくれそうみたいな感じの、そういう想像させるような伝え方にしてった方が、アウトドア用品の接客販売のポジションから活躍する人を採用したいと思ってる人事担当者に対しては刺さりやすいのかなと思ったんですよ。というふうに思った時に、実際のこう今ってどういうふうに陳列するかとか、どういうふうにアプリを使って販売促進するかみたいなところなんですけど、実際の接客の部分での工夫、売れるようにするための工夫とかで佐藤さんやってたこととかなんかあったらいいなと思ったんですけど、そういうのとかだとどうでしょう？悩んでるお客様がいらっしゃったら、カゴを渡すと同時に、何かお困りのことございますかって言って商品の相談に乗るっていうのもあるんですけども、シリーズで出しているシリコーンのスプーンとかがそのシリーズ化してるんですけども、そのシリーズで買ってもらえるように、自分が使ってみた感想をお客様にお伝えするっていう部分で、お客様とはコミュニケーションは取っていきました。ですめちゃくちゃ良くて、特に使ってみた感想をお客様に伝えるっていうところがすごく良くて、アウトドア用品ってどういう風に使えばいいか分かんなかったりとか、
素人ってそういうとこ悩むじゃないですか、はい、だからこそこういう風に使うんですよって広げてみせたりとか言ってあげるのってめちゃくちゃ大事な、その接客において重要度が上がるなと思うんですね、アウトドアの接客の場合って。というところと重ねやすいのは、使ってみた感想を伝えるっていうところを具体的に言ったらいいですね。例えばより売り上げを接客において上げるには、その使用感とかを伝えてあげるっていうのがお客様のイメージつきやすいなと思って大事だと思ったので、迷ってるお客さんには私使ってみてこうですよっていうのが伝えるように、家の雑貨とか食器とかは置き換えて、自分自身がその使ってみてどういうふうに思ったかみたいなところをお客さんに伝えられるように心がけて生活してますし、接客にも生かしてますとかっていうと、活躍イメージがぐっと持ってもらいやすくなりそうかなと思います。はい、ありがとうございます。全体の売上とかはちょっと分かんないですよね。全体の売上も分かります。あ、でも全体で上がったってなかなか言いづらいですよね。めちゃくちゃ大きいから、一人のスタッフが頑張ったからこんだけ売り上げ上げたってだって言いづらいですもんね。そうですね、言いづらいですね。言いづらいですよね多分、はい、でもあれですもんね、その売れてなかった商品が 130% 伸びたとかは、自分があの見に行って買えたりだとか、はい、そのお便りで送ったりしたので 130% 伸びたりしたっていうところですよね。そうです。すみません、あともうちょっと情報欲しいんですけれども、はい、この取り組みをするにあたって最初にこんな課題ありましたみたいなことを伝えられたらなと思うんですけど、いい課題って言ったらどういうのに見ます？売上があんま上がってなかったっていうのはどうなのかな？どういうのがいいですかね？その店舗の1ヶ月間のその売上を見るときに、売上の取れていない商品のところに三角マークがつくんですね。なのでそれが3週間続いてると店舗としては改善しなきゃいけないっていうそののがあるみたい で、実際に社員さんの方から、ここの売上取れてないから売り場とか変えてみてちょっと考えてみてくれないっていう風に伝えてもらったので、それを自分でどういう風に改善できればいいかなっていうのを考えて変えたら売上が伸びたっていう形になってます。了解です、了解です。明示で伝える時のポイントとして、はい、社員さんにそうやって言われたからやりましたっていうような伝わり方よりも、ここが難しくてどうにかしたくてうーんみたいな言い方ができると、はい、良いかなと思うんですけど、はい、そういう風に伝えるにはどんな表現がいいかなと思って聞いてました。例えば嘘ではなければいいんですけど、例えば自分はお客さんに接客するにあたって使用感を伝えることがめっちゃ重要だと思ってるので結構使ってて、で実際に結構気に入った商品っていうのがいくつもあったんですけれども、お店の売上状況がどの商品が売れてるのとか全部見れまして、で売れてない商品に三角がつくんですね。その三角が3週間つくとテコ入れをしなきゃいけなかったり、商品としてもお店から置いていけないねっていう風に撤退しなきゃいけなくなるみたいな、そういうところあるんですけど、自分が使ってて実際いいなと思った商品なくなるのすごい嫌だなと思ったんで、そういう商品が多くの人に使ってもらえるようになるために、その売上をどうにか伸ばしていきたいなと思っていろいろ試行錯誤して取り組んできました。こういう感じとかになるとストーリー性的には筋が通りやすくなるかなっていう風に思ったんですけど、嘘がない範囲だったらいいなと思ってるんですけど、聞いてみてどう思いました？はい、商品がなくなることがないんですね。そうですよね。売れてないやつは永遠に売れてないみたいな感じになって、在庫が溜まっていくか、売り場をどんどん縮小して新規の商品だったり他の売れてる商品がどんどん入ってくる形になってしまう。いいっすね。縮小されちゃったりとかっていうのはじゃあありですね。どんどん縮小されてしまうっていうようなところがあって、モノ商品めっちゃ使っていいからこそもっと多くの人に使ってもらいたいと思ったので、売れてない商品でもどうにかしたいなと思って頑張ってますみたいな感じとかがいいかもしれないですね。はい、ありがとうございます。 OK です。いつからやってるんでしたっけ？今2年目ですか？今2年目です。じゃあ、やっていこうと思います。口か教えてくださいって言われたら、はい、私が学生時代に頑張っていることは現在も続けている接客販売のアルバイトになります。こちらのアルバイトで、頑張ってきたことなんですけれども、やっぱり私はその接客する上でお客さんに使用イメージを持ってもらうために、自分で実際に商品を使った上でこういうところいいですよっていうふうにお勧めするのを結構大事にしているんですけれども、そういった中でこの商品すごくいいなと思ってた商品ですね、店舗でどの商品がどれぐらい売れてるかみたいなのがシステムで全部見れるようになってるんですけれども、その私がいいなと思ってる商品が売れてないよという、こう三角印がついてる状態が続いておりまして、でこれ続いたらどうなるかっていうと、売れないからダメだよねっていう風になって、商品の棚がどんどん縮小されてしまったりしてしまうということがありまして、こう私はこれはもっと売れるはずだっていうのは自分使ってて思ったので、そういった良い商品をもっともっと多くのお客さんに買ってもらうっていう、その不人気商品でもいいものを売るぞというところを頑張って現在まで取り組んできました。具体的に行ったことといたしましては、まず接客面っていうふうなところなんですけれども、やはり先ほどもお伝えしたみたいに、その使用感を伝えることでお客様に良さを理解してもらうっていうことはすごく大事だと思ったので、自分自身がまず
働いてるからには商品を買ってその日常生活で使うということをまず大事にしていますし、お客様がその商品の前でどうしようかなというふうに悩まれているときには距離感をもちろん適切な範囲で考えながらあのカゴを渡しするともに一言、あ、私これ使ってるんですけどこういうところいいですよみたいなことでお伝えすることで購入イメージっていうのを持ってもらえるようにということを意識しました。また二つ目といたしましては売れるかどうかみたいなところでレイアウトっていうのがすごい大事になってくるなっていうふうに思ってるんですけれども、でその他店舗の売れ行き情報とかっていうのが見れまして、でそれを結構見るようにしてたんですけれども、うちでは売れてなくても別の店舗では売れてるみたいな情報とかもありまして、これって何が違うんだろうっていうのを調べるために通える範囲のところであればそこに実際に足を運んでリサーチするということを行いました。そうすることでそのレイアウトが自社との自店舗との違いを知ることができたりだとか、あと商品の組み合わせ方っていうのも推奨されてない新しいやり方で、あ、こういう伝え方するとお客さんに刺さるんだっていうのを理解できたりするので、そういう情報をもとに自店舗の、売り方として再現できるものっていうのを導入することでお客さんがたくさん買っていただけるっていうのをやりました。他にも行ったことっていうのがそのアプリがあるんですけど、そのアプリでお店をフォローしてくれると、フォローしてくれるお客さんに対して、こういういい商品ありますよみたいなことがお届けできるんですけれども、そこでそのやっぱりお店としてもやっぱ在庫余ってるものを売りたいと思ってるんで、私の方でそのメッセージの文章とかを作って、この商品今おすすめですみたいなとかをアプローチしましょうっていうのを社員の方や店長に言って、どんどん配信してもらえるようにしました。そういったことを行った結果、商品の売れ行きっていうのも130% ぐらいの売れてなかった商品上がりまして、そこから落ちずにしっかり売れ続けるみたいな良い結果っていうのを残すこともできています。こういった形でその接客で売れない商品も売れるようにするみたいなところが今も現在まで私が学生時代頑張ってきてることになります。こんな感じです。めちゃくちゃすごくなってます。でイメージできました。はい、できました。こんな感じ言ってくれると、あ、接客販売でうちの商品とかも売ってくれそうとか、でアウトドア実際やってるし、でうちの商品メーカーのやつ使ってくれて、その上でって言ってくれたら確かにお客さん買ってくれそうだな、いいねっていう風に思ってもらいやすくなるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。じゃあそんなところで今日の模擬面接以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。失礼いたします。はい、模擬面接は以上になります。これを見た皆さんの就職活動に少しでもプラスになるような情報がお届けできていればなと思います。皆さんの就職活動が成功することを心より応援しています。最後まで見ていただきありがとうございました。